こんにちは。2018年9月3日です。南幌町にあります、三重湖公園キャンプ場にやってまいりました。三重湖と読むのかもしれません。ちょっとわかりません。テントサイトは公園の中にあります。そこそこ湖に接近したところに、テント張ることができます。釣りの好きなキャンパーには定評を得てるそうです。それから小さなお子様を遊ばせるような噴水もあります。噴水の中に入っていいようにちゃんと階段状に、なってるとこです。ここの漁期間は4月1日から10月31日までということで、結構期間が長いです。テントは500円で張ることができます。テントを張らないでデイキャンプは無料でできます。バンガローがありまして、これが宿泊は2000円で、できます。それから設備は、水洗トイレ、それから水道自動販売機、温水シャワー、これはカニと中にあります。それが利用できます。その他は、日帰りの予約は必要ないそうです。行った時はどなたもいらっしゃいませんでした。非常に静かな沼です。その沼の横にがキャンプ場になってます。管理棟は今日は定休日ということで、このレストランも管理棟を兼ねてるんじゃないかなというふうに思いました。奥の方では草刈りをやってる方がいらっしゃいました。炊事場もあります。炊事場は確か1箇所だけだったと思うんですけどもありました。あとトイレもあります。このように炭を捨てるところもあります。池はこうハスで覆われてます。奥の方は開けてます。このようなおしゃれの感じなトイレも、用意されてました。そしてバンガローが4つか5つあったと思うんですけども、バンガローの前にはテーブルも用意されてました。あとバーベキューやるところが別に用意されてまして、バーベキューの部屋を用意ところを使うときには1回、500円だったかな。それで管理棟の方に申し込んでくださいということです。集団で室内でバーベキューをやるということです。いろいろキャンパーの方に聞きましたら、やっぱり北海道はそのバーベキューが最高だねということです。炭を起こしてその上で、野菜を焼いたり肉を焼いたり魚を焼いたり、するのが最高ですよというお話を伺いました。なかなか外でやらないとこう炭では焼けません。炭でありますと遠赤外線で中までこう炭の香りと中まで十分熱が通るので非常に美味しいんじゃないかなと思います。この時期でないと外ではできないです。この建物は室内で、バーベキューが雨の日でも室内でバーベキューができますよということのようです。広い駐車場もあります。フィールドの高低差はさほどありません。どこに、テントを張ってもいいような感じです。それほど広いところではありません。沼の周り片側だけだと思うんですけども、片側だけに、テントを張れるようなところです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。